ハロー。昨日、こちらのプリンカップから頭の黒い個体を新しい飼育環境へお引っ越しさせました。100匹のバラジムシシリーズのショート動画でこちらの多肉植物を与えてみようと思ってましたが、こないだできてしまいました。この多肉植物はカルシウムとマグネシウムが多く、20種類以上のミネラルが含まれています。ダンゴムシは甲殻類なのでカルシウムがたくさん必要とされています。しかしリンゴ酸由来の酸っぱさがあるので、酸っぱいのが苦手なダンゴムシは食べないかもしれません。無農薬で、私が育ててきた植物で害のあるものではないので、昨日ヘッティングしたスカーレットの飼育環境に入れてみようと思います。はい、こちらが昨日作った飼育環境です。ここに先ほどの多肉を入れていきます。よろしければ高評価、チャンネル登録お願いします。